るよ。おるよおるよ。います。まあまあそれなりの。皆さんこんにちは。現代のモノゲ姫ラコです。今明石に来てまして、海連丸さんの船で今日はタチウオ釣りに行ってきたいと思います。頑張って釣りたいと思います。車椅子になって釣りは2回目しかも全部船釣り。果たして前回マグロは無理でしたが今回はタチウオを釣れるのでしょうか。はい、よいしょ。いける？うん、いけるいける。ちょっと待って、いちいち大変。ちょっと一旦降りていい？ちょっと待ってください。足をあっちにやって、うん、オッケー。ちょっと待ってな。はい、同じ方法じゃないといけない気がする。なあ。キャ
握力がなくなってきた。わかる。よっしゃ、はい、ナイス、ありがとう。怖いわ。脱出できた。ちょっと待ってよ。大丈夫。脱出。よかった。ありがとうございます。何匹釣ったの？結構釣っちゃってるな。俺めっちゃ釣ってるやん。俺は知らん。え、お前こんなおった俺。いやでもあまり足とあれ切ってるんで。ああそうか。切ってないでしょ。あ、それ以外のやつ。骨から出汁を取った。え、あ、で、なんだっけこれ、味噌汁だけど味噌汁じゃなくて、なんかタチウオのさ、韓国の、うん、なんて言うんだ、うん、なんか、え、韓国の汁物的な。そうそうそう。柚子胡椒。柚子胡椒の出た。で、手作り柚子胡椒。手作り柚子胡椒。やばい。めっちゃ匂い良くない。うん、手作り柚子胡椒。鍋で炊いたキノコとタチウオのお米。どう？そう。ちょっと薄味にしてるけど。うん。え？全然いい？うん。生姜？生姜。めっちゃ生姜効いてる。夏、秋はやっぱりキノコでしょ。おいしい。刺身は刺身で柚子胡椒。うん、でこっちはもう塩振ってるから炙りは。あ、なるほど。あ、うまいや。うん、おいしい。刺身。うん、柚子胡椒うまっ。うまっ。ちょっと苦味ない？さ、ない。大丈夫？他、普通のさ、うん、普通っていうか普段食べるより爽やかさが断然違う。うまい。手作りの手作りごめんすすの調味料が手作りがすごすぎて、はい、すごい。いや、このマイテンスから食べる。これはシソと梅。梅、多分中の梅も手作り。うん。うん、うまい。うん、あ、最高。梅、梅やばいから、手作りやばいから、梅酸っぱうまっ。うまい、うまい。このチェリ焼き超ご飯食べたくなる。チェリ焼きうまっ。つまむね。梅、うん、え、なんかもっと酸っぱいのかと思ったけど、マイルドにしました。え、あの梅からマイルドになるんですね。なるんです。先生、すごいですね。なるんです。おいしい。今日の釣り船は、カイレンマルさん。カイレンマルさん。カイレンマルさん。明石。明石のカイレンマルさん。
ありがとうございます。なんでありがとうございました。こんなにたくさん釣らせていただいて。爆笑。本当に楽しかった。よかった。マジ心配やったもんね。乗れるかね。乗れるか心配、うん。でもお姫様抱っこで。うん。うん、またしてくれて乗れて。で一番後ろに行ったら行ったでもう十分だし。ね。でちょっと歩けるタイプの人だったら。伝え歩きだったね。そう、伝え歩きするし、うん、で思ったのそのトイレあるからいいなと思った。うんうんうん。しかもトイレあるの一番後ろだから。そう、大体後ろやから。すぐトイレ近いからさ、うん、うんうん。ちょっと伝え歩きできる人だったらもう全然トイレ入れるし。うんうん。次回タコタコをねまた。来年5月ぐらいね。いやー最高、まりちゃんの手料理が最高です。あ、まりちゃんの返しもね募集してますんでぜひよろしくお願いします。婚活中ね、よろしくお願いします。お願いします。私に料理を食べれますよって、うん、はい、じゃあ、はい、動画閉めます。はい、はい、ということでこの動画が良かったなと思っていただけたのであればぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、では本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。